こんにちは、チャプターズブックストアの書店主、そして株式会社ミッションロマンチックという会社の代表をやっております森本萌乃と申します。ですね、チャプターズブックストアがもうすぐ1年を迎えますので、この機会に何か新しいことを挑戦しようかなと思って、 YouTube チャンネルをしっかりと運用してみようかなと思っております。イエーイ、よろしくお願いします。これ今自分で初めて家で撮ってるんですけど、テンション難しいですね、 YouTube で今日は何をしようかなと思ったんですけど、チャプターズとか、あとは本マッチングサービスとか、こうサービスに紐づいた検索ワードを引っ掛けた時にですね、何やらこう森本萌のスペース部屋っていうのがすごい出てくるんですよ。で、あ、なんか確かに私インテリア結構好きで、なんか割とそういったメディアにも部屋紹介とか出させてもらったことがあったので、お部屋もしかしたら気にしてもらってるのかなと思って、第1弾はお部屋の本棚紹介をしたいなと思って今撮り始めました。編集もねちょっと初めてなのでどうなるかわかんないんですけど、お付き合いいただけたらと思います。それでは、初めての YouTube 動画、そしてルームツアーに行ってみます。ほい、アングルを変えまして、こちらが我が家の全貌です。30平米広めのワンルームって感じでしょうか。一人暮らしには全然問題ない広さです。こちらが、普段お化粧するメイク台になってます。イエーイ今はお化粧品はエリクシール使ってますね。あ、本全然関係ないんですけど、これめっちゃおすすめですあと香水はサンローランと、これはラファンドモンっていうパリのブランドですね。もうサンローランはずっと何年も使ってます。あとはここ、私もピアスが欠かせないのでピアスすごいいっぱい入ってます。なんか同じものを使い続けるのが好きなので、あんまりこういろいろ買えないタイプです。はい、まず一つ目の本棚が部屋の上の部分の神棚の隣にあるフェイバリットブックゾーンですね。私のここに置いているのがアルケミスト、あとはこれもすごい良くて、ロマンチックに生きようと決めた理由、これの一番最初のエッセイがすごくいいんですよね。永井博さんが編集されております。あとは私ディズニープリンセス大好きなんで、あ、逆さまになってた。ディズニープリンセス名言集、これすごいね、簡単な英語で書いてあってすごい好きで、ずっと時々ページをペラペラ見たりしてます。隣は大好きな恐竜図鑑と、これ海外旅行行くときに絶対持ってくアートヒストリーの本で、有名な本が映画で全部書いてあるんで、これを将来全部見れたらなと思って、旅行のバイブルにしている本です。はい、そして続いての本棚っていうか積読ですね。本を置いているスペースがこちら、トランクの上になります。このトランク壊れちゃったんで収納として使ってます。ここからチャプターズの選書で読んだけど今回見送りの本で、ここが読んだけどまだちょっとどうしようか決めあぐねている本、ここが文句なし選書入り決定っていう本です。なんかね、やっぱ見ていただくと分かると思うんですけど、読んだ量が全て選書に行くわけではないので、こっちが増えてこっちが全然増えないと精神状態的になんかこうドキ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 しちゃうっていう日々です。チャプターズは冒頭100ページを読んでその続きも読みたくなる物語かっていう読みやすさとか、ある程度の読みやすさを大事にしていて、その点でちょっと登場人物が難しかったりとか、状況把握が難しかったり、あとはそうですね、発想のルールで2センチ以内っていうふうに決めてるので、ち
と分厚すぎるかなみたいなのを見送ったりとかっていうことをしてます。ちなみにこれ悩んでる理由はですね、めちゃくちゃ恋愛なんですよね。そしてアラサーの恋愛、独身みたいな、なんか私には刺さったから面白いのか、作品としてもこれ面白いのかがちょっと分からなくて、こっちはね10月11月の選書今し始めてて、その辺の本です。一番下のこれなんて今ちょっと在庫確認したらないみたいなんで、重版してくれるかなっていう相談中です。そして3つ目の本棚がこのベッドサイドにあるあの本ですね。なんかチャプターズ始める前はお家の本棚、この仲良しのワイン屋さんでもらってきたワインの木箱2つぐらいで収まってたんですけど、今はもう全然本屋さん始めてから収まらない量になっちゃって、これはなんかランダムに入れるなんか棚みたいになってますね。でここが今私のベッドの横にある積んどくですね。これ河野池瑠衣さんのジャップンロールヒーロー、これ今日読もうと思ってます。であとはこれ5月のチャプターズの本、私は今回こちらにしたので、これもう一回読もうかなと思ってます。あとはこれは人に勧められて買った三島由紀夫さんの仮面の告白ですね。これも読みたいなと思って今積んどく中です。あとこの中で面白いのなんかあるかな、人の本棚を見るの面白いですよね。こんな感じでずらりと並んでおります。そして最後がういよ、このクローゼットを開けた奥に本、またこれびっしり入れてます。ここの本は主に単行本入れたりとか、あとはビジネス書読んだやつ入れたりとか、あとはまあなんかいろいろですね。はい、お部屋の本棚ツアーやってみましたが、いかがでしたでしょうか。なんかやってみて思ったんですけど、結構本汚く扱ってるなっていう反省がありました。なんかね、結構いろいろゾーン分けしてたんですけど、ベッドサイドとかね、クローゼットの中とかぐっちゃぐちゃで、なんかもうちょっと本を大切に並べてあげたいなって反省しましたね。みんなはどう置いてるんだろう本。なんかもうすごい時とかはなんか本棚にも入らず積むことが多くて、なんか積んどくめちゃくちゃ推奨派です。で今だいたい5月の中旬なんですけど、読んだ本をちょっとざっくり積んでみました。こんぐらい読んでます。これで10ちょっとかな。これが半月なんで、多い時はやっぱ30冊ぐらい読んでると思いますが、まあね、チャプターズは量じゃないので。なんでこんな私読むかというと、おすすめをチャプターズの毎月の4冊に込めるべく、これおいよ読んでますので、みんなチャプターズの読書楽しんでもらえたら、もうみんなも30冊読んでるのと一緒です。極端かな。なのでぜひ、チャプターズお見知りおきいただけたら嬉しいです。それじゃあ皆さんまたね。ありがとうございました。